自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片護衛艦などの入港用施設として、仮設桟橋3本などを設けた大規模な艦船係留施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が平地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では巨額が動くことによってトラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、日本政府は、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を、日米安全保障協議委員会、2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を、海上、航空両自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年に、タストンエアポート社との売買契約が合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では、出雲、片護衛艦に、艦載予定の F-35B 戦闘機は、宮崎県のニュータバル基地に配備されることになっています。馬毛島を、この F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海自の鹿屋や、基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を、有事の際には、分散配備する先として利用することも、計画とされているそうです。防衛省は、当初計画に沿って、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して、FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を、2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で、各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは、
種子島の西の表市です。ここでは、2021年1月に市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しました。この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西之表市議会は、自衛隊施設誘致に賛成の姿勢を示していますから、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに、注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に、賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は、海上、航空そして陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は、150から200名で、常駐させる予定です。そのために、種子島に宿舎を建設して、隊員と家族を居住させることにしています。施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で問題になっている過疎は、種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば、1000人近い若い世代の人口が増えることになるはずです。それは、地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品は、当然地元で購入されることでしょう。そうすれば、島内経済の活性化に大きく貢献すると思われます。種子島全体としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのは、そのためです。8月6日に発表された、防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り、島東側の海岸線に予定されている船の係留施設です。これによって、19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越え艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には、必要不可欠なもので、沖合 1300m の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも 71.7 メートルしかない平坦な島ですから、横風対策として滑走路が2本建設され、風向きに関係なく航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとはアメリカ海軍空母の FCLP 用の施設としての利用目的が最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は10日間ほど昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間、離着陸訓練では騒音問題が多発し、住民も
防衛省双方にとって苦いものでした。日本国内では第7艦隊の空母艦載機が厚木基地と横田基地などと併用で実施されていましたが、騒音問題によって1991年平成3年8月からは小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は日本から遠く離れていますから、騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は厚木基地から硫黄島基地まで 1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には空母艦載機が山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとってはどうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は国が購入したようですが、残りわずかな面積はかつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは西之表市が所有する土地です。これをもって矢板西之表市長をはじめとする反対派が私有地を拠り所として反対意見を表明しています。また、島の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えることで自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし、種子島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は大きな障害とはならないと考えているようですね。空自が沖縄県北大東島大東村に3次元レーダーを配備するという情報が入ってきました。今回はこの航空自衛隊の配備計画について見ていきたいと思います。3次元レーダーを配備することで太平洋側の防衛強化が期待できるそうです。2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員など関係者が、北大東寺、真野大東村を訪問しました。この島は、沖縄本島から約 360km 東方に位置しています。やってきた人々は、この地域の水道や道路等、インフラに関する現在の状況について確認作業を行いました。これまでに、大東村には、防衛省の委託を受けた民間事業者が、8月上旬、測量調査のために入村しています。これによって、前月7月に航空機から行った測量調査と合わせて、将来的にも精緻な現地の状況把握が進んだことになりました。北大東島の大東村に、こうした動きがある理由ですが、航空自衛隊が装備する移動式警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たにこの島に配備、展開するための事前準備なのです。最大の理由は南西諸島の防空体制強化ということです。
空自は、日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置しています。そこでは、日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視していて、ここからの情報を4カ所の防空司令所に集約して、適切な対応をとっているのです。各々の防空司令所では、集められた情報をもとに、地域ごとに置かれている待機中の戦闘機部隊に対して、スクランブル発進を行うか否かの指示を出します。つまり、日本の領空を24時間間体制で警備する体制を敷いているのです。といっても、このような監視体制の用となるレーダーサイトは精密機械ですから、何か不測の事態が起こる可能性もあります。思いがけないトラブル、悪天候による障害、最悪の場合、敵からの攻撃を受けて破壊されることもあり得るでしょう。そうした情報収集任務を完全に果たせない状態に陥ることを避けるため、代替手段を備えておく必要があります。こうした場合、最初に、この役割を担い得る存在というのは、E2C、DIE767 といった固定翼の早期警戒管制機です。これらの機体は、十分に稼働できなくなったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事することができるそうです。そして、このような航空機でのカバーと並行して、地上でも、その代替品となるものがあります。それが、車両搭載型の3次元レーダーを持つ部隊です。車載型ですから、陸上を移動可能なレーダー設備と言えましょう。移動すれば、敵に所在地がバレることもないでしょうしね。この陸上移動型レーダーサイトは、3つの要素から成り立っている設備だそうです。巨大な筒状の3次元レーダー J、TPS-102A、航空機の飛行データを処理する装置、それらの装置に電気を供給する発電機という3つで構成されたシステムなのです。その中で中心になるのは、3次元レーダー J、TPS-102A です。前述の通り、巨大な筒状の3次元レーダー J、TPS-102A は、戦闘機等の機種部にも採用されているフェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分を見ても、どこが動いているのかは、パッと見ではわからないようですが、東西南北、上下左右、全周囲の索敵を行える機能を持っているのです。こういった車両搭載型3次元レーダーは、戦時だけでなく、平時でも活躍しています。それは、固定式のレーダーサイトの定期的維持管理のためのメンテナンス等を行うときのことです。今後は北大東島に常設でこのシステムを配備しようという計画になっているそうです。言うまでもなく、その最大の理由は中国です。アジア最大の軍事大国が黄海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させていることは知らない人はいないでしょう。この中国軍に対する警戒、警備体制の強化と年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力向上が目的です。今回車両搭載型3次元レーダー配備先の候補地として名前が挙げられている北大東島の大東村ですが、この島とは別に東京都の小笠原諸島父島も検討対象にされたことがあるそうです。父島にも将来的には配備されるかもしれませんね。北大東島では航空自衛隊の車両搭載型3次元レーダー配備という状況について政治的には道村議会で全員一致で可決されたので受け入れる方針を固めていると思われますが、場所が沖縄ですから、どうしても、マスコミやメディアの批判は根強いようですね。当然といえば当然とも思われます。
沖縄メディアの一つ、琉球新報は、前年2021年12月11日付社説として、北大東島の車両搭載型3次元レーダーの配備に反対しています。沖縄本島は、元より、与那国島、宮古島、そして石垣島などの沖縄の島々が、次々に要塞化されるのではないかという記事で、一部の人からは煽っているとも批判されているようです。在日アメリカ軍基地の大半が集中する沖縄は、アメリカ車両による交通事故や航空機の墜落事故、少女暴行事件など事件が多いこともよく知られています。なのに、治外法権のごとく、責任を問われることもなく、謝罪もなく、本国へ帰国するアメリカ軍兵士やそれを許す安保条約とは、一体何なのかと心ある人は考えるでしょう。古くは、太平洋戦争時に、凄惨な地上戦闘が行われたことも、忘れてはなりません。こうした歴史を経た沖縄に対して、多くの本土住民は、同情を寄せているはずですが、残念なことに、日本を取り巻く安全保障の環境は、今まで以上に悪化しつつあります。2022年8月初旬、中国軍が、台湾周囲の6カ所の空海域で、大規模な軍事演習を強行しました。その中で発射された、中距離弾道弾5発が、波照間島周辺の日本の排他的経済水域に落下したことは、ニュースで報道されましたね。中国の行動はエスカレートしていると感じられます。しょっちゅう問題になるのが、尖閣諸島です。この周辺海域へ、中国海峡局の艦艇が侵入するのは、もはや常態化しているようです。報道されても、またか、と感じる方も多いのではないでしょうか。尖閣諸島単体で考えた場合、中国が、この島に上陸して占拠する合理性は、かなり低いと考えられるのですが、台湾とセットで考えれば別です。雪崖の打賃という言葉がありますが、ついでに取ってしまいと考える可能性もないとは言えないでしょう。大国がそんなことをするはずがないだろうという希望的観測は、ロシアのウクライナ侵攻で打ち砕かれましたね。中国が威嚇を続けているように、本当に台湾を武力による侵攻にまで及ぶのかと考えた場合、中国側の被害を鑑みれば、得策とは言えないでしょう。むしろ威嚇を強めることで、台湾の一般人が、自主的に中国に屈するように持っていきたいというのが狙いとみられます。このやり方は、ロシアがウクライナ侵攻で行っているやり方と同様で、東部ドンバス地方を含め、2014年、平成26年に強制的に併合したクリミア半島のように、占領地域で、表向きは住民投票によって、ロシアへの編入を選択したと見せかけるものです。前述の沖縄琉球新報社説のように、沖縄本島のマスコミや一部団体は、在日アメリカ軍や自衛隊基地が沖縄にあるからこそ、戦争に巻き込まれるという論理を展開します。しかし、現在のロシアや中国を見ると、たわごとに過ぎないという意見があります。ロシアは、ウクライナ戦争で経済制裁を続ける日本に対し、北海道の半分は自分たちのものだと言いがかりをつけ始めましたし、中国は、沖縄は、かつて自分たちに朝貢していた属国だと見さしているらしいのです。その論理なら、韓国も中国の属国ということになりますよね。そもそも、北大東島南方に位置する、無人島の沖大東島は、1956年、昭和31年、
以降、アメリカ軍の射爆場となっていました。その状態に対しての大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化が進む村の現実として受け入れられてきたということです。そうした歴史的事実がありますが、北大東島の空自車両搭載型3次元レーダー配備について、反対を唱える勢力は、沖縄県すべてで無防備都市宣言を出すべきだという無責任な声も見受けられるそうです。この無防備都市宣言というのは、正式には無防備地域宣言と言います。宣言した特定の都市や地域に対する攻撃を行うことは、戦時国際法で禁じられているのですが、現実的には機能しないでしょう。残念ながら。そもそも、無防備地域宣言とは、当の都市や地域が属する国家が、他の国家との戦争状態にあることが大前提ですから、戦時国際法のルールによっても、戦時である場合にしか、効力を発揮しないというわけです。そして、赤十字国際委員会コメンタールでは、無防備地域宣言を発行できる主体は、原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体この場合は、大東村や沖縄県は、行えないということなのです。個人的には、いいアイディアではないかと感じるのですが、日本政府をはじめ、国家としては、国家そのものが持っている自衛権を、一地方自治体がひっくり返すような体制ではありません。したがって、無防備地域宣言という戦時にのみ、限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻の歯止めにはならないということですね。さて、世界の目が、ロシアとウクライナに向けられている、隙を狙って言いましょうか。陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国です。今回は、尖閣諸島について取り上げたいと思います。日本とは、様々な因縁のある尖閣諸島ですが、今回は、ここに、日本が建造物を作るのか?という話題について見ていきたいと思います。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは自民党の高市早苗議員でした。今や、タカ派として名高い高市早苗ですが、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には、若い女性論客、歯に衣着せぬ自立した女の一人として、同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しています。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず、平等、と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お着身要員と見られていた OL の中にも、総合職という管理職を目指せる職位ができたのです。女性の新しい時代が到来したと、当時の女性たちは、キラキラとした瞳で働いていたはずです。こういった時代に、高市早苗は、知性派コメンテーターとして、たくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていました。ちなみに、当時の皇太子だった、金城天皇のお妃候補として、必ず名前が挙がった小和田雅子さんも、外務省職員として、世界中を飛び回っていました。当然、この方も、女性たちの憧れの敵になっていたようで、皇太子妃と決定した時には、せっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていました。さて、高市議員は、
松下整形塾に入って松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われます。その後政治家を目指し無所属で立候補したものの落選に懲りたのか自民党入りして当選しました。松下整形塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも同じ自民党の小野寺御殿、河合克行がいます。また野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたようです。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名ですよね。いわば大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようです。政治家になる目的のためショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日でした。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土ですが、そう思っていないのが中国です。勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられています。その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したのでした。そして尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したそうです。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北、つまり北方領土でした。1945年、昭和20年、太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が、日本のポツダム宣言中立後、つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土です。そういえば、1945年、8月9日、つまり終戦前ですが、日本との中立条約を一方的に破棄して、当時の満州へ侵攻したのも、当時のソビエトでした。その知らせを聞いた関東軍のお偉方は、家族と財産を手にいち早く脱出しましたが、何も知らされていてなかった一般庶民は、悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも、絶対に忘れてはならない史実ではないでしょうか。こういった歴史があるため、日本は日ソ漁業交渉などとセットで北方領土問題を交渉のテーブルに乗せ話し合ってきました。解決後に平和条約の締結という段取りは、多くの時代を経てソ連崩壊後もずっと継続中だったのです。北方領土については旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けかと、日本国内の期待が高まった時期もあったのですが、ここ数年は新型コロナのせいで交流も行えませんでした。そしてロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあります。北方領土返還交渉を振り返ってみると、一番忘れがたい出来事は1973年昭和48年だったと思います。当時の田中角栄首相がモスクワに乗り込み、文字通りの命がけでブレジネフ書記長との会談文書に北方領土の4文字を盛り込んだのです。ソ連は日ソ間に領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきましたから、これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったのです。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきました。
ところが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相でした。個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものです。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられましたが、この点についてどういった説明を受けたのでしょう。国防国防とお題目を唱える人間が、この問題をスルーしたとは考えられませんが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で、尖閣諸島国有化という話が飛び出しました。全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年、平成24年、に日本が国有化したことになりました。とはいえ、中国は手を引こうとはしません。肝心の島に日本人はいませんし、日本のものは何もないからという理由もあるようですね。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるのです。高市議員の発言は、その意見を支持しているのでしょう。高市議員は、非核三原則にも触れ、有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘しました。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍間のニュークリアシェアリング、核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されていません。つまり、現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見でした。簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように、自衛隊法を改正すべきということでしょう。こういった発言に対するネット上の反応は、賛同の声が多かったとか。平成初期のバブル期、日本は、政治は三流、経済は一流と言われていましたが、ここ最近は、経済も国民生活も、先進諸国の中でも、最下位に落ち込んでいます。責任の所在は明らかですが、目をそらすために、強い日本復活を唱える、人間も多いのではないかと感じています。日本が頼るアメリカで、菅、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は、関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしているのです。その一方で、尖閣諸島は、1972年、昭和47年の沖縄返還以来、日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しています。要するに、アメリカは、どちらにも、いい顔をして、現地を取られないようにしている、つまりダブルスタンダードと思われるのですが、別の言い方をすれば、したたかで老練な政治手法ということではないでしょうか。正直な感想ですが、日本のように馬鹿正直で、唯一の道しか、選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では、立場が悪くなる一方ではないかと思うのです。ロシアのウクライナ侵攻を見て、日本も核を持つべきだ。核を持たない国は、核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようです。現在のアメリカは、一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられます。こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるでしょう。仮に、アメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか疑問は残るのです。
この危惧は、現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロン・ヤスと中曽根総理と呼び合った、レーガン大統領だったとしても変わりはないでしょう。自国、自国民を守るのが、政治家の第一義ですから、同盟国を守るために、自国民の血を流すことを了承するとは思えません。日本は、思いやりという名前で、巨額予算を、在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場です。この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないのです。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正、改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見でしょう。賛成意見も多いようです。主権ですが、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じます。世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットは、なるべく多く作っておく、必要もあるのではないかと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか？海自潜水艦の必要な追跡に、中国軍 093B 潜水艦浮上す2本の海上自衛隊の潜水艦建造は、そう、竜型潜水艦では、12隻の建造が終了しました。最後となる11番艦桜竜、12番艦桃竜は、機関にリチウムイオン電池を搭載した潜水艦になるようです。このおかげもあり、静粛性にかけては、世界ではトップクラスと思われます。非核三原則によって、日本は、原潜を持つことは、できないとなっています。通常動力型潜水艦しか持てない非凡ですが、リチウムイオン電池が進化したことで、原子力潜水艦より優れた性能を手に入れることになりました。時代がもたらした、画期的なテクノロジーの恩恵を受けることになりますし、日本の技術力も諸外国より抜きんでているとは言うまでもありません。オーストラリアは潜水艦の製造を競争入札にかけ、日本やドイツなども参加したのですが、貿易額1位だった中国からの横やりのせいなのか、フランスに落札ということになりました。しかし、こうなってみると、日本を蹴って、フランスを選んだことをオーストラリアは後悔しているんじゃないかと邪推してしまいます。そして、軍事大国中国も、潜水艦で尖閣周辺を潜航しているという情報もあります。深い海の底では、どんな行動をしているかは、わかりません。しかし、海底と空、海上からは、中国潜水艦の動きを発見しているのです。では、中国の原潜が奇妙な動きを見せた映像を紹介しましょう。少し前の話になります。2018年、平成30年、1月、宮古島、および、尖閣諸島の一つである、大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を潜航しながら、日本領海に侵入していたのが、中国海軍の 093B 型原子力潜水艦です。この艦に関しては、写真もほとんど公開されていません。どんなフォルムなのか、諸元も全く不明です。しかし、中国国営テレビの中に、この 093B 潜水艦が映っていたと報じられたのです。
中国国営 CCTV 中国中央電視台は、海軍の報告として、公海と渤海で行ったとみられるミサイル兵器システム攻撃訓練映像を放映しました。その映像の中に、他の多くの艦艇とともに、093B 型原潜が含まれていたと思われるのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載しますね。これが 093B 型原子力潜水艦と推定される潜水艦です。そして、こちらが2018年1月、日本の接続水域に侵入した潜水艦なのですが、093B 型原子力潜水艦とよく似ていますね。そっくりと言っても良いでしょう。この 093B 型原子力潜水艦の特徴ですが、帆の後方付け根にあるミサイルを収容する台形状の膨らみです。方向舵が十字になっていますが、その上に何かの構造物も見えます。1月に領海侵入した潜水艦と特徴が似ていますし、やはり同一艦と思わざるを得ません。というものの、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年、平成27年以降に複数艦が就役したと聞きますから、この艦が接続水域に侵入してきた当該潜水艦なのか、そうでないのかは、依然としてはっきりしないのです。同型の別艦かもしれませんしね。では、問題の、なぜ、中国原子力潜水艦は浮上したのか、を推理していきたいと思います。まず状況について説明しましょう。防衛省の発表によると、2018年1月10日、海事護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C が、沖縄県宮古島東北東の接続水域を北西に進んでいる潜水艦を確認したといいます。再度説明しますが、接続水域というのは公海ではあるのですが、領海に接している海域なので、一定の権限が行使できる水域になっています。なので、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間にわたって追跡しました。12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、長魚島北西の東シナ海の公海に浮上した潜水艦を発見したそうです。しかも、この潜水艦は、中国国旗を掲げていました。今更の説明は、必要ないでしょう。尖閣諸島は、日本と中国が、領有権をめぐって対立している当初ですから、その近辺に中国艦船が出没するというのは嫌になるほどよくあることですね。今更というわけでニュースにもならないようです。自分の家に土足で踏み込まれたようで気分的には不愉快ですよね。2018年当時の防衛大臣は小野寺御殿でした。彼は、数日後の1月15日、領海に侵入した中国の潜水艦は、小球と呼ばれている093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表したのです。この小球は新型の攻撃型原潜で、全長110メートル、水中排水量6100トン、最大速力30ノットと言われます。それだけでなく、長射程距離の巡航ミサイルも搭載できる、原潜ということですから、かなり高スペックな原潜ではないかと思われます。本題に戻りますね。日本の接続水域に侵入した、中国の最新攻撃型原潜が、公海でなぜ浮上した上に、国旗を掲げて中国船籍だと明らかにしたのかということです。潜水艦に求められる第一の要素は何か、それはステルス性、隠密性です。つまり、自分の存在を相手に知られないことが最大にして最重要事項ということです。
しかし、この場合の中国潜水艦は、浮上して艦隊をさらけ出しただけでなく、同時に、自分の居場所を明らかにしたのです。潜水艦という存在である以上、あまりにも不自然な行動に、中国国内でも、様々な憶測を呼んだようです。海外のメディアの分析によると、この小級原潜が浮上し、国旗を掲げた理由として、二つが考えられるとしています。一つ目は、日本へ尖閣諸島の主権が、中国にあることを主張しようとしたという説。二つ目は、日本の海事の必要な追跡を振り切ることができなかったので、仕方なく浮上し、身元を明かしたという説です。なんとなく感づいている方もいらっしゃるでしょうが、沖縄を含む日本の琉球諸島を、中国は第一列島線として重要視しているのです。第一列島線というのは、東西冷戦終結後に、中国が対アメリカ防衛線と勝手に北九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続く長いラインのことです。台湾には、ことあるごとに、恫喝を繰り返す中国が警戒するのも当然といえば当然でしょう。このラインは、中国とアメリカ、両軍の潜水艦が、年がら年中、潜航行動を展開していると言われている海域です。だからこそ、隠密という潜水艦としての最大要素を無視して、自分の存在を公表したということかもしれませんね。逃げ回っているうちに、アメリカ海軍が出てきたら、大変なことになりかねませんし。しかし、こういった事態に、中国国内の一部のネットユーザーから、たくさんの意見が噴出したそうです。意見を紹介してみますね。2日間も、日本の潜水艦に追跡されたので、我が国のオトモンが完全に把握されてしまったことだろう。ここまでやられてしまうなんて、最新と言ってるが、小級は本当に最新原潜か？オトモンというのは、潜水艦おのおのが出すスクリュー音のことで、潜水艦によって異なるものです。つまりは潜水艦の指紋ですから、オトモンデータがあれば、どの潜水艦なのかが明白になってしまうというわけです。他国領海を通るなら浮上して、国旗を掲げる必要があるが、公海を潜航するときには、浮上したり、国旗を掲げる必要はない。あそこは、公海だったのに浮上したり、国旗を上げたのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことになるのでは？潜水艦のすべてのデータ、つまり、全行動が日本にバレてしまった。これは最大の問題だと思う。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上とは、白旗を上げて降伏したようなものだ以上のように、大半が批判意見でした。最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が、日本の海事に浮上させられたことに、多くの中国国民が屈辱だと感じたようです。国家予算を湯水のごとく注ぎ込んで、軍備を拡大し、じわじわと日本に圧力をかけ、優勢に立っていたはずなのに、思いがけないことで足をすくわれてしまったことに、怒りを感じた人さえいたようです。日本ついに US2 でも協業との情報をキャッチしまいた。今回はこの
US2 製造会社、新明和工業とイギリスのアイラリス社の提携を詳しく見ていきますね。F3 戦闘機開発に続き、イギリスとの連携強化は、日本も今までよりも本気になったのかもしれません。日本の技術は最高ですが、コックピット周りが全くダメなので、これで戦闘機開発で復活かな。救難飛行艇 US2 の製造企業として、日本ではよく知られているのが新明和工業社だが、同社が、イギリスの航空関連のベンチャー企業であるアイラリス社とが、2023年3月15日に、業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めている。すでに、この公表が行われた同月内に、日本の新明和工業社と、イギリスのアイラリス社とは、今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだ。概要としては、今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが、今回の提携の内容のようだ。イギリスのアイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年に DART という呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっている。アイラリス高等ジェット練習機は、基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体から、デモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等まで、パーツの組み替えで対応することが可能である。こうした複数の用途への対応を、アイラリス高等ジェット練習機は、機関部、主翼、尾翼等の構成パーツを変更することで実施できる、モジュラー方式を採用しており、航空業界では、非常に高い関心を集めている。アイラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されている。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アイラリス高等ジェット練習機は、使用者の用途に応じた高い汎用性と、その運用コストの低減が図れると目されており、画期的な機体と見さされている形だ。そのため、イギリス空軍は、傘下のラピッドケイパビリティーズオフィスを通して、アイラリス社に出資を行っており、2021年2月には、3年の開発契約も締結し、アイラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししている。これに応える形で、2021年9月に、アイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに、戦闘機型や空中給油機型等の多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示した。こうしたアイラリス社の推進している、アイラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は、関連企業において、非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールス・ロイス社も、同年同月に、航空用の機関部の供給契約を結んでいる。アイラリス社への投資は、これらロールス・ロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国、カタールのバルザンホールディングス社も、名を連ねており、1050万ポンド、約17億円弱の、出資を得ている。これもあってか、アイラリス社は、2022年3月に、カタールで行われた展示会で、アイラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社は、元より、同国のシャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長も、姿を見せた。アイラリス社の将来性には、
軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらにはアメリカのボーイング社も出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に新たな潮流を巻き起こす可能性が高い。2023年現在、世界のジェット練習機市場では、韓国製の T50 が大きなシェアを築き、その継戦闘機版である FA50 とともに、アメリカ製の F-16 ファイティングファルコンの介護艦として、一定の評価を得られている。今後は、アイラリス社のアイラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機は、さらに、無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に大きなシェアを獲得するのではないだろうか。今回は、日本の新明和工業社とイギリスのアイラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえば、そこにイタリアを加えた3カ国で、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを行うことが、2022年、12月9日に正式発表されている。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであれば、こうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると、大多数が考えていただろう。日本が、太平洋戦争後に、アメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が初の取り組みであるため、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも大きな注目が集まっていることは言うまでもない。ただし、日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはり、アメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように、同社は、アイラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にも、その関与が見込まれる。さて、日本の新明和工業はといえば、海上自衛隊が採用している大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業として、ストによく知られていると思うが、同社は太平洋戦争の敗戦までは、川西財閥の傘下の川西航空機として、軍用の航空機を手掛けていた。その当時の川西航空機は、日本海軍に対して、局地戦闘機として、巧妙な試電、および試電改めを製造しており、同機は太平洋戦争の戦局が日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来するアメリカ軍機に対抗する貴重な機体となった。ただし、川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称、錦台艇、正式名称は、錦飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに、総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として、世界一とも称されている。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し、速度面に優れ、かつ、20ミリの旋回式機銃5門を固定武装に備えていた、錦飛行艇は、1942年3月には、2機で、ハワイへの空爆を行う計作戦にも使用された。この計作戦では、錦飛行艇は、大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を生かして実施された作戦となり、アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブルを呼ばれ恐れられたという逸話が語り継がれている。
その逸話を象徴するか、同様に、錦飛行艇は、1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 B-38 ライトニング3機と空中戦を行い、第1機を撃墜。また、後には、同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜した、武勇伝も記録されている。こうした数々の逸話を残した二式飛行艇だが、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US-2 へと、脈々と受け継がれており、同機は、2007年から、海上自衛隊での運用が行われているが、いかんせん、生産数は、これまでで、8機と少数にとまる。救難飛行艇 US-2 は、海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに、生産数が少ないことから、1機あたりの取得コストも、およそ100億円と高額であり、2011年以降は、海外への輸出にも力を入れているが、現時点で確定した取引はない。一時期は、救難飛行艇 US-2 は、輸出先として、インドに、輸出、ライセンス生産の総数15機という取引が、盛んに取り沙汰されたこともあったが、やはり、コストが高いことが、最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっている。